はい、そういったわけでございまして、ギターフロンティアへようこそ。本日はですね、まずギター紹介あるんですけども、その前に、おとといかな、日曜日に、ありがたいことに、千葉県のね、稲毛の方からお客様で、ギターを送っていただいたんですよ、アコギ。75年製の 3S の W200M っていうね、ギターなんですけども、このお客様がめちゃくちゃもうセミプロで、いろんなギター直せるんですね。でその方全部塗装とかこの 3S を、オイルリフィニッシュしたり、あとフレットも全交換、ナットサドルも全部交換、それとピックガードも新しいものに張り替えて、もうめちゃくちゃ蘇った素晴らしいギターだったんですけど、それを送ってきてくださいまして、なんと今回のね、売り上げを全部寄付してくれということで、送ってきていただいたんですよ。で本当はそのギターをね、動画撮る予定だったんですけども、日曜日の日に、やろうと思ったら、もう即お客さんいらっしゃって、いや実はこういうギターなんだよって言ったら、そのお客様もまた、いやそれは素晴らしいねということで、じゃあすぐ買おうって言ってくれて、めちゃくちゃいい値段で買ってくれたんですよ。またぶっちゃけ5万円 で当時の2万円のギターですけども、全部塗装もね、オイルリフィニッシュな、ナットも交換、フレットも交換ね、そのぐらいの価値はあるって、お客さん言ってくれて、でそれをね、今回の石川県の方の、県の方の窓口の方に、今日寄付してきました。で僕もね、なんかお客さんの気持ちも、そのギターを送ってくれたお客さんの気持ちも嬉しいし、気持ちよく買ってくれたお客さんの気持ちも嬉しいし、でね、いやこれは僕も負けてらんないなと思ってね、今日ね5万円で買ってくれたんで、僕も5万入れて10万振り込んできました。本当に大した額ではないんだけども、これからもね、なんかそういう形でできることがあればコツコツとやっていきたいと思いますんで、一つよろしくお願いいたします。さあ今日はね、そういったわけで、またこのギターもね、お手軽でいいですよ、初心者の方にもぜひおすすめしたいギターでございます。 S やエリ YD04オールマホガニー、もちろん合板ですけど、オールマホガニーのギターです。ネックはナトね、指板はウォルナットで、正直ね、そんな高いギターじゃないです。これ新品で、ネットなんかだと実売価格で2万ちょっとだったんですね。ただこのギターはね、前のオーナーさんが改造してました。改造というか、フィッシュマンのプリアンプピックアップ取り付けてまして、エレアコ仕様になってます。非常にね、またいい音するんですね。でそれなりに使ってたので、塗装剥げとか傷が結構ありますので、まずは細かいところはこちらのカメラでどうぞ。はい、それでは細かいところ見ていきましょう。 S や L YD04 オールマホですね、ブラックの塗装でございます。でこれ見てください。まずね、細かいところにちょっと塗装剥げとか、ほら傷ちょこちょこございます。はい、これ角っこだよね。バインディングが本当はあるあたりのところが、どうしても塗装が、ぶつかって剥げた感じの。そしてこのハミングバード的な、これは後でステッカー貼られてます。これギター用のやつなんですよね。ネットなんかで売ってますよね、このピックガードとも。綺麗に貼られてます。全然端っこが剥がれそうとかそういうこともなくて、上手に貼られてます。そしてこの本来はここドットなんですけど、これ取られてるんですよ。取られてここに、わかります、これもハミングバードっぽい、これもアフターパーツです。これの上手に貼れてるんですよ。これも綺麗にしっかりついてます。フレットはね、そうだな、でも7割8割残ってますね。十分まだまだ弾けます。上手に貼ってますよね。パッと見、あ、こういうモデルなのかなと思ったぐらい、すごく上手に貼れてます。端っこ、めくれ上がってる感じもないです。そしてヘッドの、これもステッカーですね。これ多分セットなんでしょうね、こういうね、1本。はい、そしてペグは、オープンタイプでございます。でヘッドの、角はやっぱり塗装がちょっとぶつかって剥げたりしてます。 こんな感じね。はい、こっちも、はい、ネックもそうです。でも塗装剥げなんですけど、ボディががっつり打痕という感じじゃなくて、ほんの当たって塗装が剥げてる感じなんですよね。触った感じ全然滑らかですよ。ですから後ろはちょこちょこ塗装剥げがあるぐらいで、後ろは割と綺麗ですね。はい、そしてこれ本来は普通のアコースティックギターなんですけど、ここにフィッシュマンのプリアンプチューナー付きがついております。本来普通はここの辺じゃないですか、全体のこの、ちょっとこっち側についてますね。
はい、ジャックも見てください。こんな感じで後付けですね。はい、サイドはすごく綺麗ですね。ここもちょっと当たった傷がありますけど、まあ、まずまずです。一番激しいダコンここですね。はい、こんな感じでございます。でケースはなかったものですから、上手に梱包して段ボールとプチプチでお送りしたいと思います。よろしくお願いします。はい、いかがでしょうか。まあそれなりにね、傷とかもね、塗装剥がれというかいろいろありますけども、そしてなんて言ってもこのギターは本来は黒いボディで、あのドットのギターなんですけど、前のオーナーさんがこれギター用の、ね、ステッカーというかシールなんですけど、ちょっとハミングバードっぽい、ね、ステッカーここに貼ったり、ここにも貼ってます。そしてここもそうなんですよ。こういうアフターパーツのこういったなんかハミングバードっぽいポジションマークね、ここもそうですよね。そういう感じでちょっとドレスアップしておりますよね。さあ、じゃあそうは言っても弦高です。6弦12フレット上で約 2.2、 弦はいつものようにエレクサーカスタムライト、ナット幅約43かな。握りはね、厚くもなく薄くもなく、だいたい C シェイプかな。はい、じゃあ開放弦からいきます。オール5番ですけどな、それなりになりますね。指でサウンドホール真上で、やっぱりなんとなくこうマホガニっぽい反応のいい感じ、軽やかで、ピック使ってみます。ほら、じゃあこれね、そういうわけでフィッシュマンのプリアンプ搭載しております。電源入れてみます。どんな感じかな。今エフェクト一切かけてないです。ほら、いけてますよねこれ。電気通して、さあ、じゃあそうは言ってもリバーブかけちゃうかな。リバーブコーラスちょっとかけます。このギター見覚えると思うんですけども、この間の年末の最後の動画で僕これ使ってちょっと一曲弾いたじゃないですか。藤井風さんの花っていうやつ。みたいなね。なかなかこの値段ではちょっといいと思います。ちょっとやっぱ電気また消します。本当にね、生でも全然、まあもともとこれあのエレアコじゃないですから、本来ねちゃんと使えるギターだと思います。じゃあお値段ですけども、一応ケースがなかったものですから、しっかりね、プチプチと段ボールで梱包して発送いたしますので、お値段をなんと税込みで9800円です。よろしく。今回もこの9800円、全額、先ほどと同じ、石川県の、方に義援金として送ることにいたしますので、よろしくお願いします。あの皆さんもね、いろいろこうあちこち寄付してると思うんですけども、僕も今日調べて分かったんですけど、あの検索といっぱい窓口があるのね。でどこに入ればいいのかって悩ったんだけど、やっぱここはもう間違いなく石川県の県のホームページ見たらちゃんといろいろいけるんで、県のホームページ見てそこに入れることにいたしました。一つ皆様もできる範囲で構わないので、いろいろ、ね、頑張ってご協力していただけたら僕も嬉しいかなと思いますので、一つよろしくお願いします。ということで本日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。